似たドリトリは、日本の小説家、推理作家。千葉県生まれ、在住。千葉大学教育学部卒業。北海道大学法科大学院在学中に、小説家デビュー。2006年、理由あって、冬に出るで、第16回、愛川哲也賞に、佳作入選し、2007年に、同作品で、小説家デビュー。2014年、昨日まで 不思議の校舎で2014大学読書人大賞の最終候補作となる。2022年度選考からノベル大賞の審査員をすることが決まっている。第16回、相川哲也昇華作入選作。防止立高校の芸術胸にはフルートを吹く幽霊が出るらしい。妙な噂のせいで部員が練習に来なくなってしまった。 責任感の強い吹奏楽部の高島部長は、幽霊の噂を否定すべく、意を決して部員の秋の舞、そして、本編語り手、僕こと、葉山を伴って、夜の芸術胸に貼る。しかし予想に反して、幽霊は出た。同じ日に部室に、泥棒に入られた、演劇部部長の柳瀬、文芸部部長、白式の三年生、伊上先輩を巻き込んで、 にわか高校生探偵団が結成される。コミカルな青春ミステリー。私立高校シリーズ総画、とは8景神風が岡動物園シリーズ総画、スカイエマ戦力外捜査官、シリーズ総画、カラスバウナン事件、カフェシリーズミコ芝シ,シリーズ総画、丹次郎子その他、ないが、似たトリの作品、キクボンにて、現在配信中である。昨日まで、 不思議の校舎まで担当。家庭用事件観光時より、それまでの期間を含めた全作を担当。ABC 会員名簿、似た鳥り取り日本推理作家協会無窓経営者第16回、相川哲也賞東京草原社、ダビンチ2017年7月号。角川ピアニッシモ、32、大学読書人大賞、大学読書人大賞。 大学文芸部一押しの本、東京草原社ウェブミステリーズ。似たドリトリ、私立高校シリーズ人気イラストレーター、ケイシンが描く新カバーで登場。主要登場人物紹介、2016年4月、ウェブミステリーズ。東京草原社、2021年9月7日閲覧。エンターテインメント宮崎よしこのスズラン本屋道、BS11. ありがとうございます。